開けました <noise> やっハロー皆さんこんにちはビャビンです新年一発から猫ちゃんが大騒ぎしておりますが今日はなんだひもじいです開 <laughs> けおめ開けおめ開けおめ 本当はあれだけど、被るんでね。テ、うん。てテケてケテてテ,ティてんがね、あのね、うん、5日に流れます。うん、理由をこれから述べますが、はい、皆様その前に、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。えー、なんでこの時間に1本目上がってんのって思った方、この後ちゃんと7時から、えー、レビュー入りますが、えー、元旦に公開してくれと、すさまじくお願いされた、えー、リンソールさんからの製品が、えー、今日今、 12月30日の夜8時前、配信10分前なんですけど、<laughs> 突然メールが英語で来まして、えー、申し訳ないけど、1月5日以降にディレイしてくれと。なんで,でって言ったらトラブルがあった。えっと、こっちも毎日撮影してるわけじゃないし、年内最後の撮影終わってるし、できる限りの努力はするけれども、えっと、編集とか、 いろいろ全部変えなきゃいけないんで,で、撮影はもう1月の6日までできないんで、えー、やるだけのことはするけどって言って、えー、ちょっと返事待ってるんですが、先に、今日ね、運よくね、最後の撮影日だったんで、えー、もう新年の挨拶を取り、今、改めて撮ってます。それだけです、この動画は。で、 なんでかっていうとね、1月1日に必ず公開してくれと言われたんで、その1本目の製品の動画で、新年明けましておめでとうございますって言って、やってて、で、金が新年まで入っちゃってるテロップで。そ,<う>それがね、1月5日とか6日に流れると思います。あれと思ったと困るんで、これ撮ってます。急遽。それいいね。賢い選択だね。確かに。うん、これで説明しとけば、 突っ込まれたとしてもいや元旦に説明の動画上げてますよで終わるので、うん、そこが一番最善策だなとうん、うん、変な小手先のもう一回編集し直してとかってやっても<ー>もうおかしくなっちゃうんでだったらもう堂々とただもうリンソールさんこれで2回オタク変更してディレイしてるんでもう勘弁してください <laughs> <laughs> 決まってからやってくださいオーダーください ね、あの別に提供されてるからって関係対等なんで、うんえー、そっちもメリットがあるから提供してくるわけで、えー、別にうちには何のメリットもないですけどまあ買わなくていいっていうぐらいのメリットがあるぐらいでね、えー、別にこれで縁切れてもいいんで言ってますけど、えー、本当にそんな感じなんでちょっと突然驚いたでしょうけど多分6時半ぐらいにこれ上がってると思うんで<ー>えねあれ今年はなんだみたいな。うん 今年はあれですかねじゃあもうトラブルだらけの年になるんですかねなんでえこれがだ。一発目からトラブルだから。<laughs> うん、そうならないように願います。ねもう本当にもうね本当今年2023年、ちょっとこんな変な幕開けの、まあこれがうちらしいっちゃうちらしいんですけど、まあこうやってね、 えっと、臨機応変にトラブルにも対応するということで、えっと、ちょっと新年一発目の製品は1月5日か6日に回ります。で、2日にやる予定だった、えっと、製品。まあ、コメントで、この製品いつやるんですかって1月2日の予定です。あの、元旦に持ってきます。なので、正月の挨拶入ってません <laughs>。2日目かなあれ、ちょっと2日だよな。うん。ちょっといろいろ、やりくり、するんで。 えと6日の撮影日までの分はもうストックして取り終わっちゃってるんで、えー、とちょっと順番入れ替えてやりくりするのでただ新年一発目の挨拶まで入ってる明めの動画が、えー、新年に公開されないよっていうお知らせと、えー、そこで挨拶できてないし、えー、他のやつを持ってきたら新年の挨拶してないので冒頭で別撮りで、はい、改めまして今年もよろししくお願いいたますよろしくお願いいたします。 というわけで私はドロなんかこういうとこだし A 型入ってるからさカッコ仮だけどなんかあのきっちりこういうとこしたいからちょっとねモヤモヤするしねなんかちょっとなんかいい幕開け感がないからちょっと悔しい感はあるんですけども、まあ、皆さんもきっと理解してくれるだろうっていうことで私も頑張って心の整理をします。 ま、でもね、あのね、オープニングめっちゃ良かったんよ。だから、い,いつかに見てみんな。<laughs> 多分面白いから。<laughs> よろしくお願いします。そんな感じで、今日も終わります。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。